バラトプルデのクシティ・クシティーとは、イラン、インド、パキスタン、バングラデシュなどの南アジアや一部西アジアで行われている伝統武術、格闘技。ペルシャ語やヒンディー語でレスリングを表す普通名詞だが、特に伝統的な格闘技を指して言う。寝技がなく、インドの相撲と言われる。または、パハラワーニーという呼称もある。日本では、コシティーとも表記される。 二年に一度、パハラワーニーレスリングワールドカップも行われる。アカーラーと呼ばれる道場は寺院に併設されていることが多く、ヒンドゥー教の神で怪力を司るハヌマーン人が祀られている。砂を盛り、耕してふかふかにした土俵で戦う。クシュティの歴史は古く、11世紀にはすでにほぼ現在の形であった。期限は、紀元前5世紀頃アーリア人の南下に伴い、 ペルシアの格闘技が伝播し、インド在来の格闘技と融合したものと考えられている。クシュティの熟達者はペヘルワーンと呼ばれて尊敬され、ヒンドゥ文化とイラン文化との密接な関係を物語っている。クシュティの出身者からはレスリングの金メダリストを多く輩出している。多くのスポーツで取り入れられているヒンズースクワットはもともとクシュティのトレーニングの一つである。 また、タイガー・ジェット・シンやコシロ・バジリは、この武術の出身と言われている。ミールを持つゴラムレザ・タクティクシティという単語は、日本のプロレス関係者の間では、棍棒状のトレーニング器具の名称として知られている。この器具は本来、ミールという農具で、クシティでトレーニングに使用する道具である。主に木製で、先が太く、握りが細い形状で、振り回して、 握力や腕力を鍛える。格闘技名と道具名が混同されて伝わった。この道具はプロレスの神様と言われるカール・ゴッチからアントニオ・イノキに伝えられ、新日本プロレスの道場での伝統的なトレーニングの一つとなっている。このミールと名称も使用法も同じ道具がイランの伝統的ボディビルズルハネに存在する。ありがとうございます。